キロです。イエイ、よろしくお願いします。8月ももうお盆ですよ。入りましたね。入りましたね。14か今日が。だから今日はキングオブコント3回戦を受けに行ってます。そう。で、今これ撮ってんのは前日の13ですけど。13やけど。で結果が16かなんかですよね。はい、なので、まあまあ、どうなんですかっていうことですよ。まあ、それはもう明日なんで、我々リアルで言うと明日なんで、3回戦、準決勝、決勝ですから。うん、なんか、いやもうほんまに1回戦1回戦がもうめっちゃ難しい大会なのは間違いないから。やねんけど、頑張って優勝目指して頑張ってますって言うからには3回戦スッて通っとかなかったからな。3回戦、まあ1、2回戦はシードでね、決勝行ったコンビは一度でも そこ免除ということで、うん、3回戦が我々で言うと3回戦からが1回戦みたいな気持ちで、まあ、この3回戦が準々決勝やから、これを、勝ち進んだら準決勝を受けれるわけで、準々決勝がどうやった80点ぐらいかな、まあどうやろう他のコンビによるかなみたいな状況やったら、もう準決勝行ったとてやからね。まあそのレベルで通ったとてな。とて、ああ確かに、うん、まあ自分たちではあのネタはすごいよしこれでっていう形にはなってるけど、うん、実際こう平場というか他のコンビの中にドーンって当てる時は分からへんもんな。いやいやいや、もう確かに面白いですから、うん、今めちゃくちゃおもろいもん、みんななんかね、うん、ちょっとそこは初めて横並びで見るというか、はいはいはい、で9月が準決勝ですから、準決勝よ、そこで、ね、ネタ2本いるでしょ、うん、それまでの間に2本目なんて1回もアウェーでかけてないから、かけてない、ね、ツアーでしかやってないから分からへん、自分たちのことを見に来てくれた人の前でしかやってない。そう全然受けへんかな、そう思えねんな。まあまあまあそこも踏まえてあの、チャレンジですから、ね、それも楽しんでもらいたいなと思います。準々決勝を通過できたらその2本目のコントっていうのを外でかけるっていう、これをこの1ヶ月、9月頭の1ヶ月の間にどこかでやっていかなあかんから。でも急になんかどうやろ、だってなんやろ、ライブ出してくださいって言ったってもうそんなすぐに対応なかなかしてもらわれへんから、最悪どこかのストリートでやってるかもしれないですけど、新宿南口か新宿南口南口音きっかけとかラジカセでやってくれなかったっていう状況。なんでこんなにこうキングオブコントの話してるかいうと、うん、あの先週のコメント欄にめちゃめちゃキレてる人がおっとって俺もそれを今言おう思ってあれと思って、いやいやそれはそうですよ、うん、俺ら先週ね、うん、呼ぼうかあえてな、うん、ちょっと面白いっていうか、うん、すごい熱いコメントいやね、そう、うん、だから俺らはめちゃくちゃ終わった言うて2周目します言うてんのがもうはってなってる。その前にキングオブコントのことちゃうんかいっていう、お前らそれを掲げて一周回ってきたんちゃうんかと、なんでその話をしないと、うん、ね、2周目いや知らんがなっていう感じ。こちらですね、うん、カズさん演歌歌手みたい、あこれ違うドライバーのカズさんね、ツアードライバーのカズさんの演歌歌手の話を今ちょっと言ったらいいんですよ。まあまあないわ、ないけど、まあ、そういう内容なんです。つまりあの、うん、何を2周目の話してくれてんのと、いや違うと、私は、うん、あなたたちがキングオブコントに行くかどうかを応援してきたのに、うん、なんかこうはしご外されたみたいな、うん、次言うべきはよしではキングオブコント行ってきます、優勝しますって言わなあかんのに、うん、何2周目の話してんねんっていうのはなんかおっしゃる通りやな。でも俺らの中ではそうや、ね、今回もあるしキングオブコント3回戦やし、準決勝前に何か言いたいこともあるしとか、多分高まっていく順序やったんやな、多分俺らの順番では。せんだから、うん、その伝え見せていくそのフェーズとしては俺らのミスよ。だって俺らはツアーとかで絶対エンディングで毎回こうじゃあキングオブコント頑張ってきますんで皆さん応援してくださいって言って、それがこう日常やってる、うん、だから
ついついこの前回の水曜トークの会話では、あそこで伝えれてないことを2週目って発表したから、それを先に言うとかなあかん思って、それだけで終わってしまったから、はい、もう今のもう言い訳いいよ、そんなの来たからね、いろんなコメント。もう消えるかな、今。もう何やってもアウトやから。もう素直に謝っとけ言われるから今の時代っていう診療で、そうそう、まあね、本当におっしゃる通りやなと思いながら今ちょっと読もうかなと思った、ちょっと見当たらないね。だからうん、ただそんなそんな怖い言い方せんでええやっていう怒り方やったから、分かるやった、大人の人やったな、うん、だからすげえこう、そうやね、制してきた、うるさいねんボケーで済ましたらあかん文章にしてはるから、ただただ俺ら落ち込むっていうね、ということで、改めて、その通りです。僕らの今、頭の中にあるメインっていうか 99% がキングオブコント、誰よりもね、はい1年間そうやったからな、うん、なんかごめんなさいね、なんかね、子供からね、そのいわゆるストーリーは一旦キングオブコントで終わらさなあかんねやろな、ほ、うんでから2週目決定みたいな話せなあかんねんけどな、うんうん、っていうことですけど、そうそうそう、まあまあそれが明日、明日、はい、で、公開してる日でいうと今日もうやり終わってます、うん、発表がだから朝、16、怖いなー、だって怖いなー、まゆみとかありちゃんとかはこれ初体験やろ、このドキドキ、うん、な、俺らはこう久々にこの十何年ぶりにこのドキドキにまた飛び込んでるって感じやねんか、独特やるもん、口ずっと乾いてる、口ずっと臭い、まあ、前の感じはすげえ緊張するけど、始まったらもうあの感じになるよな、いわゆる47都道府県の感じになるというか、うん、もうそれでそう思うとなんか別にええかなと思う、うん、緊張とか、あった方がなんか邪魔というか、そうやな、あでも俺やっぱり47都道府県53公演ですよ、要はやってきたのがやっぱりでかいなと思うのが、こうネタやるコンテストでネタやる直前ってめちゃくちゃピリピリしてたやん、うん、な、周りにも迷惑かかるぐらいピリピリしてたのが、そんなピリピリはしてないよ、まあ、ネタにネタをやる素振りをしてるというか、そうだから、もうやってやっていっぱいやったから、あもうそれでやるしかないんやから、今まで、うん、キングオブコント準決勝とかにかけたネタって今まで世に2回とかしかやってなかったネタとかじゃなかった、ああそうやな、だったら1回とかのやつも2本目とかだったあったと思う、そうだって月に1回とかのライブやったし、劇場なかったからね、うん、そんなにわーっと他のライブも頻繁に出てるコンビでもなかったから、うん、周りが出て、そう当時忙しかったりもしたんで、うん、だからそう考えたら山ほどかけてきたから、うん、その緊張はないというか、ない、うん、ネタ忘れたらどうしよう、うん、ネタ飛んだらどうしよう、すぐ戻れるやん、うん、最悪だから逆に言うと、だからこそそのまあ通過する通過せえへんっていうのはその日のあれもあるかもしれんけど、受けへんかったとしたら、そんだけやってきて受けへんかったとしたらもう向いてないやろな、もう今までの生き方間違えてたやろ方向性間違えてたしほんまにこう好きな人だけ集めてキャッキャ言っててそうやろ、ね、文化祭やったなっていう、多分号泣はすると思う、そういう、俺はもうその姿を横目に変えるで、すぐ、うん、俺はもうその合金付き合ってられへんで、うん、そのままスーッと帰る、ね、一人選ぶ、うん、そうフォートナイト始めるなるほどなるほどここ膝の上のいつものリズムそれぞれの時間が、そんな時間過ごさんでいいように頑張らんとな、はい、まあ、とにかく今いてもらってました、うん、はい、はい、さまた報告させてもそうです、はい、さあここでやっぱりちょっとね、まあまあ別に別に触れなくてもええかな思ってんけど、やっぱりちょっとそれもなんかもったいない、もったいないなっていう意味でちょっとあえて、うん、木下さんが今週出た記事、週刊誌のぬらりひょんですね、ぬらりひょんのようやくスワイプドラマ、これちょっと概要欄の方にですね、違う縦型どうちょっと大事です、ここ大事です、コネコフィルムの皆さんとですね、
縦型ドラマやらせてもらって、ぬらりひょんね、今のところ1から4話まで縦型ドラマ、あの無料配信スワドラっていうところが漫画で大人気ですね。それがあと5話から28話ぐらいまではもうええねん、スワドラのアプリで見れる。そんなぜひお願いします。その記事は特に目立ってないやろこの1週間。いや概要欄に載ってます。概要欄そのままめちゃくちゃ面白い、ね、面白いですよ。もう原作はまず面白いから、それは面白いでしょ。それあじゃないの、うん、じゃない言いたかった。違うよ、何言ってんの。あ違うんですか、うん、もう他なんか思い当たれへんか。わかった、うん、すいません、失礼します。自分の口から言うとおしいもんやわ。2025年夏、うん、プペル出ます。ミュージカル、プペルミュージカル、違う違う違う、情報解禁されまして、うん、西野大先生のもと、はい、それはね、スーさん役と。ああおめでとうございます。はい、ね、スーさんのイメージないやんか。どう、スーさんキャラではない。どう、スーさんキャラではないけど。じゃないでしょ。もうそこをなんかそんな必死に広げようとせんといてほしい。これはぜひまた、うん、これは、まあ、概要欄もないんか、うん、これはまた随寄ってね、うん、まあ、情報解禁されたばかりで出るんですって。見れるんで、ミュージカル、初ミュージカル出るんですってね。はい、いや違うのよ、そこじゃないのよ。何ですか、いろいろあんな、この1週間。そうそうそう、1週間ね、ありがたいことに、ね、うん、で、マルコポロリで、彼女と別れた。あー、それ、それですか。いやいや、これはもう、別に番組なんかで笑いになってたからええの。もうあれ以上でも以下でも何でもないです、うん、別に違うよ。ホスト、あー、あまりにも生活習慣の中やったかわからんかったわ。怖っ。当たり前のことなんや。まあホストの話する。ホストに転身っていう。え、予約？違う。予約？前来や。ええ男いっぱいおるで。30オーバーのホストばっかりやけど。再婚。再婚はいけ。あ、そうか、そういうことになって、ね、時効じゃないな、そうるせえな、あの、ね、天国行きはっただけです。あ、そう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 、なるほど、失礼しました。あ、じゃあ、客にしようとすな、前みたいに行ったと安するで、安する、行ったとで指名すなよ、怖い怖い怖い、指名すなよ。いやいやいや、ありがとうございます。いや、なんか記事、長いから別に全部読まないんですけど、記事になってなんか行くとかのパターン出てたんですけど、なんかお客さんの B 子さんになんかこう記者の人が聞いたみたいで、ホストとして働くことについて木下が B 子さんに、まあお客さんやったよな、話していたという。この年になると新しいことや刺激のあることってだいぶなくなってくるじゃないですか。だから不祥事を起こして仕事がない今がチャンスだと思った。チャンスってなんやねん。実は16歳から2年くらいホストをやっていたことがあるんです。知ってますよ僕も、その当時これなんか16年未成年16歳で未成年飲酒ちゃうかみたいにも言われたけど、全く飲んでない、タバコも吸ってないし、その時はね、僕も現場見てるんですけど、万引きもしてないし、ね、何にも悪いことしてない。当時万引きのことは何も書かれてないねんけど、でホストやってみましたと、昔2年ぐらい、その当時はイケメンでした、かっこ笑い、自分で言ってるんやからね。でやっぱりイケてる社長って全員女好きやし、自分も枯れたくないなと思います。もう違うか、これ言うていい、うん、よう言うてくれたその話、うん、これ、うん、これ、うん、もう俺のターンでいいの、もういじりを得た、いやまだまだ一瞬だけ一瞬だけが、一瞬だけじゃないよ、俺ちゃんと話したいから、うん、これに対して、うん、あそうなの、はい、俺が一番言いたいのは、はいはい、記事最後まで読んで、ここですよ、店内ではそこかしこで木下の似顔絵があしらわれた高額シャンパンが開けられ、木下は客からシャンパンも好きだけどペットボトルの水も好きですと騒動をネタに、場をいじられていたという。キノピーシャンパンはなんと1本が7万から100万円と超高額、誰が買おうねんこんなもん。誰がこんな100万円のキノピーシャンパンなんか用意したら誰も一回も下ろされてないやろ。誰が買う、一回も下ろされてません。一回も下ろされるわけないよこんな。100万円のシャンパン。ちょっといいですかこれ言って。あもう渡します。はい、まあ確かにおっしゃる通りで、うん、誰が買うねんっていうレベルですし、うん、僕はね一切ホストやってるって言ってなかったですし、うん、まあ向こうの企画でもあるんですね。うん、いわゆるホスト側の方の
いわゆるホストの YouTube とか TikTok とか出てるんです。それはなんか企画として出てるんですか。企画としてやってるんでのは、まあ、これ前提なんですけど、ホストとホストはもういわゆるそのバイトとして月2回ね、うん、まあ、月2回で2時間ほどピピッとこう行ってやらせてもらってるんですけどまあただね、そのあの何でしょうこれね、まあそれいいじゃないですか、それカメラ回して、うん、いえいえいえみたいなやって、それも俺経験やと思って、まあ、さっきの書き方も後で話あんねんけど、うん、まあ確かにやったことないこと、まあ、ホスト、まあ、16の時なんていうのはほんまにほんま知り合いのところでバイトでピピって行ってピュって書いたような感じや、俺ら一緒に、うん、なんか当時やね、うん、でもなんか本気のホストやってみたら、本気のホスト歌舞伎町っていう、つまりこう世界で一番のホストの場所でしょ、うん、歌舞伎町の日記でもあって、うん、そこまで俺ちょっと空気を見たくてもうそこがすごい俺引っかかんねん。もともとは凸やで、でも俺もともとは凸されたんですよ、うん、ホストの社長さんにいきなり木下さんホストやりませんかって、うんうん、で、あの、いやいやいや興味ないですよみたいな、うん、言うてましたよ、まあ、あの YouTube でもみたいなところから、うんうん、もう 3,4 回凸されて、うん、でスーツ作りに行って、うん、ほんで店連れて行かれて周りに固められてホスト始めてもらってんけど、まあ、これはあの流れだけね、今の説明は、うん、で働いてるじゃない今こうやって、ほんなら変な変なって誰にも言ってないわけよ今みたいに、うん、僕の方から、うん、こうやって働いてますって知らんかったわけやん皆さん、うん、でしょ、うん、で向こうのホストの方しか配信されてないのに、うん、お客さんが来たのって言うよ、うん、木下さんとかって、うんうん、なんでね、わかります、うん、こっちでファンの方々やったり知り合いの方に届けてないのに、うん、木下さんと行ったら全然知らない人やから、うん、な、うん、初めまして、うん、でホストやってるって聞いたんで、うん、この前の店で相席屋行ってきた時に、うん、相席屋のホストの人が、うん、今と木下さん働いてるらしいでって言ってって来た、うん、で写真撮らしてます。あ、いいよいいよ、全然撮んでいいよ。別にこれ隠れしてコストされてるわけちゃうから、いやいやいや、うん、ほんで写真撮ったりとか、ほんで、え、めっちゃ興味あるんで聞いていいですか、うん、とか。めっちゃ聞いてくるね、今みたいな、うん。で、俺の恥ずかしい言葉めっちゃ引き出してくる、ね、うん。で、給料とか聞いてくる、ね、うん。給料いくらですか、え、ちょっとディープなこと聞いてくるな。いやいや、給料なんてありませんよ、みたいな。適当にあしらってた。うん、で、なんでやろうと思ったんですか、いや、不祥事起きてねみたいな、今の話、うん、今の言い方じゃないけど、うん、ちょっとこう引き出されてんねん、いろいろちょっと俺もサブ目のとこ、え、あ、ほら、この人がその人なのスパイやって、あー、なるほど、怖っと思って、お客さんという感じで来たけど実は週刊誌の人やったんや、週刊誌の人か週刊誌の人とズブズブなのか、あー、なるほど、お金もらって行けって言われてんのか、はい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 、分からん、はい、それは断定してしまうとまだあれ違うぞってなんのややこしいから、うん、何か俺どうでもいいねんけどそこは、うん、ただでも俺結局その人たちと会話したのリークされてるから、うん、うわっ、なんか知らぬ間にお金使って、うん、俺も話引き出しに来てたって人がおった、その人キノピーシャンパンをおろしてくれ、おろしてくれ、ああ、ほんならもうそういうことやな、それはそうね、キノピーシャンパンなんて写真素材だけで十分やったよな、そう、それでも撮ってたやろ、で俺の家とかも撮ってた、絶対帰りよ悪口言われて100万気持ち悪い、誰が下ろすねあれめっちゃ喜んでたけど笑てみたいな記事なんですよあれ実は、あ、なので、まあ、まあまあ別にいいんだけど、その、うん、なんちゅうの悪くは書かれてないやん、うん、そんなに、うん、なんかだからいいんですけど、まあ俺もあの そういう人がいるんだなっていう勉強にもなりました、え、怖いと、これ どうすんの、あのずーっとやっていく、いやもう企画なんで、もうそれが終わればもう終わります、いくらもん出んの、いやいやいや、実際絶対言わへんから、それ公開的な週刊誌と同じことしてる、もうあの絶対みんな絶対言わへんもんね、いや給料なんて俺もらってないですよ、本当絶対嘘、いやほんまにほんまに絶対でもそこはあのちゃうやん、いやいや経験やん、経験にお金ゼロ円で行くわけないやん、そんなだからモテるけど知れてるでってこと、うん、あ、そんなにモテないってこと、はい、シャンパンおろしてもらわんと
あかんねんって、ああいう世界って俺よく分かってないねんあのシャンパンがおろしてもらえればそれは歩合になんねん、はい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 、うん、それの何パーみたいなんですけど、うん、でもそんなんもおろしてもらえないんで、あれだっておろさへんやろあんな、なんでなんであんなあの顔を描いてるラベル、そのオブジェとしても何かいらんしで、別になんかどっかから特別なとこから仕入れたシャンパンでもないわけや、うん、それは何も今日と飲み慣れてへんやな、飲み慣れてへん人の意見なんだかね、いやもうな、うん、そんなんやろ、 いらんやろ、オブジェとかってそんなんないよ、飲む人は、うん、ノリよ、ノリ、うん、ほんまにもうなんちゅうかな、ノリでおろしはるシャンパン飲む人は、俺もおろす人ちゃうか分からんねん、うん、でそんなにシャンパンおろす人の側の気持ちじゃない、分からん、うん、でもホストやってみて分かったのはみんなノリ一発やで、へえ、ノリでもなんか何万って出すんやん、何万って言われて、ほんで、ほんで全員ホストたちが飲むからな、それも、自分でバー飲むんじゃなくて喉乾いてるから飲むみたいなイメージやろ、ちゃうか、そう、あの見たいから酔いたいからちゃうやろ、もうみんなに振る舞うためのシャンパンや、瓶持って帰れへんや、持って帰れへん、誰も高いのに、そう確かに俺もそう思ってた、持って帰るんやと思ってた、誰でも持って帰れない、ほんなら例えば自分がそういうお客さんで、めっちゃ余裕ある人やったら、ここで俺100万のやつ入れて、入れたぞ俺がっていう世界や、まあそうやな、ほんでみんなわーって、あのテーブルのあそこのお客さんが、100万のシャンパンをおろしました、すげえなー、じゃあこっちも負けずにおろすでー、ああそうっていう感じ、音楽もガンガンなって、うん、テーブルの周りにホストが10人20人ぐらい周り囲んで、うん、俺も初めて今回勉強したよ、うん、もうホストコール、なんていうの、シャンパンコール、おろした人のテーブルのところに行って、え、木下もそういう時いくら、あの誰かテーブルのとこ行って分かるんだよ、なんかみたいなことすんの俺はちょっとごめん、それはやった方がおもろいと思うんだけど、歌は俺覚えてないんで手だけやったやるんやとやらなきゃ、全力で、まあまあまあ、歌をし覚えなかん、覚えなあかんやん、あの来て一回、いや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 、彼と俺やろ、当たり前やな、いや、俺一緒にやろ、ただやったら行くわなんでただやん、あ、じゃあもう撮影で来てください、じゃあ撮影で、撮影やったらただで、うん、言うとくわ、撮影でただで言うとくわ、え、それやったら見れるのやってるところ、いいですよ、このこの YouTube で一回見に行かへん、マジで、いいですよ、全然いいですよ、ただちゃちゃ、ほんまに一回見に行きたいって言うとちょっとありやん、わかる、シャンパンコールとかさ、うん、歌舞伎町のホストってどんな空気なのか、うん、お客さんってどんな人来るのか、うん、あるでしょ、うん、それです、僕もなんか興味、うん、すごく見たかったし、見るためには潜入せなあかんと思ったし、なのでもう企画なんてもう終わるんだけど、もう終わるまでに一回来てよ、もう見に行く、一回来てよ、地面師みたいな、あんな悪い人だと知り合わない、大丈夫いや、まだ俺変な石王、石王じゃないから大丈夫、大丈夫です、どんな世界なの、でもね、今回、まあ、あのね、まあ、僕クラシックっていうお店なんです、あの新水グループ、うん、これは今となれば、まあ、最初はトツから始まりましたけど、怖かったけど、まあ、最終的には今は一緒に、ね、ホストのメンバーとやってるんですけど、うん、うちって言ってるわうちの違うとこは、他と違うとこは20代いないんですよ、あー、なるほど、つまり20代のホストさんってまだ言うたらさ、そんなこう、うん、まあいろいろあるやん、よくないネガティブニュースもあるやん、うん、だいたい20代前半の方とかやっぱもう お酒も慣れてないとか、うん、うち30からなんですよ、うん、もう30からしか働けないホストなんですよ、だからおっさんホスト、おっさんホスト、いわゆるおじホスっていうんですけど、おじホスっていうの、おじホスなんですよ、なので、うん、わびさび聞いてるから、わびさび聞いてんの、はい、何にもやばい人いないです、怖い人もいないし、うん、それこそ地面師たちみたいなおらんし、うん、なんかこうちゃんと礼儀正しいし、うん、挨拶もちゃんと、うん、盛り上げるとこ盛り上げる、うん、聞くとこ聞く、熱い話、うん、熱い話みたいな、何て言うかな、こう人間ができてる人ばっかりです、
だから本気、みんな。もう62歳もおるよ。ホスト歴40何年の62歳の、もうほんとリーゼントのずっとやってるホスト。え、じゃあホストってさ、あの言うたらイケメンの世界、うん、いや、なんかそのホスト、木下のホスト行ってるホストクラブはちょっとまだそっちじゃないんや。あ、もう人間、人間性で売ってるホスト、顔とか、まあ、男前ももちろんいるんだけど、それが、決してナンバーワンになるわけじゃないです、ナンバーワンはなんかすごくこうおおらかやったり、なんやろな、こう優しさやったり包容力やったりとか、そういうところを俺はそう感じる。ナンバーワンのこと、なんで彼男前じゃないナンバーワンやろって思ったら、喋ったらめっちゃ楽しいとか、ああなるほどなんて。そのお店の来たお客さんの女の子とどうにかなりたいって気持ちで働いてるわけじゃない。俺、俺出会いをさ求めてることじゃないの。俺だから女の子をガチで来たん、その人スパイだけやねん。人気ないだやめろよもう。やめろって。友達がちょろちょろ来てくれるぐらい。ああなるほど。ノリで、見てみたいって、今みたいな京都のホスト、歌舞伎町のホスト見てみたいっていう人たちがいるんですよ、で、その大人たちでもこのまま死んでいくんちゃうかみたいな、ホストの世界一回見てみたいって人たちが友達で来てくれるぐらい。ほなもうシンプルに、木下す、木のぴあの締めでっていうので予定バーッと持ってるっていう感じじゃないんや。ほんまちょこちょこ来て、たまに木のしゃん聞いて、高いのボケ言って、どこ歩いて帰っていくわ、俺の友達も。辛いやろ。辛いやろ。やめたらええけど、もう早くそんな企画やから、まあ、もう終わりますから。何やかんや。いやでも、ただね、その最後に一言だけ俺はもうはっきりと言うときたい。どうぞ。うん、これ記事になりました、ホストやってくるってなりました。全然バズらんかったな。どうせやったらバズってくれよ、これ。まあこの動画からやろ、もう誰か引っ張りだこやろ。もうちょっとほんまに拡散して、なんかあの炎上系に持っていってください、この話。今回だからあることないこと書いてください。あお、はい、ないことは分かんない、うん、ほんまに、転身って書いてたからな。転身、あの記事出て、俺はあの前見から聞いてたから、木下が何が一番落ち込んでるかって言ったら、転身って書かれたこと。誰が転身やん。いや俺芸人ってね、そのまあまあお時間ないか、そのいろんなエンタメじゃないですか、例えばモノマネもするしさ、言うたらネタ舞台のネタするのもそうやし、テレビ出んのもまあ言うたらそうや、芸人ってライブだけやってたらええと思ってる お笑いコンビもおるわけ、それのエンタメの一つとしてのホストの勉強やと俺思ってます。エンタメやって、もちろんもうこれは経験として自分の武器にさせてもらってます。それをね、変身って呼ばれたの。俺はもう全てを捨ててホストになったりだよ。やめてくれよ、印象操作やめてくれよ。だってそれじゃ絶対飯食っていかねえからね、人気ないから。人気って、あの、影のデブっておらんねん、ホストやろ。そう、キーレンジャーみたいなもんやな。そう、そういうキャラみたいにやってます、一応、はい、なのでちょっと本来終わる前に、来て、一回撮影、マジで行こう。それ許可取りしといて、じゃあ。わかりました。セキララにちょっと俺空いてる日、俺の指名ない日にしとかな。毎回やろ、毎回ないやろ、指名が。その日か。いや、言うてない、何日も言うてない。その日か、何日も。まあ、なんとかするわ。いや、どれもなるやろ。ずっと座ってるわけやろ、多分。あのゲームで。青、ヘルプってあるね。ヘルプしてるから。ヘルプがあるから。もうやめろって。いや、ヘルプなんてしたことないやろ。ないわ。いや、した方がええぞ。ヘルプの盛り上げ方あんねんで、俺らの仕事に絶対役立つから。あの、メインのその、そう、人気者の、ちょっとよこそだって、立てんだよ。じゃあ、人気者がいない時に、すいません、僕でーとか言って。あ、ま、あの、マクマ。マクマです、マクマです。マクマや、マクマの VTR。そうです、そうです。うん。すいません、僕で、すいません。ちょっと、あのね、忙しいんで、彼、ちょっと僕でちょっとお時間つなぎます。マジでやめろって。で、そうですか、こうね、こう言って、俺の自虐ネタ入れて、不祥事ですか、大変でしたよ、とか言って。ペットボトルの話したら、もうやめろと、ほんま。
なのでちょっと来てください早めに僕がやめてしまう前に。その行った時全部あの使うで、あの他の人らはモザイクかけなんかやろうけど、もちろん全部使うで、あのそれ用のノリみたいな撮影用のノリじゃなくてもうマジなやつをちょっと止めるとこうで隠しカメラっぽいのでね、マジで、うん、ああだからちょっと基本とはこの方がいいかも。前見一人で来た方がいい。飲め込んだらお金だけ持たせて客にすんな。のめり込んでもたらどうすんねん。ホストと帰っていったらどうしよう。ちょっとありえそうやわ。何せ意外と面白いよ、ホスト。あ、でも前より好きか。行ったことないし。楽しいの好きか。好きか。いや、ほんまにハッピーなお客さんもみんなハッピーよ。なんか、なんていうの、こう、いいんじゃない、なんか。まあ、30超えてるっていうのもあると思うんですけども。まあ、ちょっと、じゃあ、その。ぜひぜひ、一回ね、皆さんに、アップしますんで。まあ、とにかく明日3回戦ですか。3回戦、明日頑張りましょう。頑張りましょう。はい。はい、ということで。発表します。はい。はい、16日の発表で、まあ、次の水曜トークだけ、もうみんなもう、投稿してます。ぜひ気にしていてください。頑張ってきます。はい。はい、この辺で。バイバーイ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 。その日、いけるかな。いや、どの日も言ってないよ。なんとかするわ。クラウドファンディング始めました。始めました。47都道府県コントツアー、はい、回る TKO の活動資金をぜひご支援ください、はい、お願いします。詳しくは概要欄で。頑張れ。お願いします。お願いします。どうもありがとう。終わった。待ってたよ、ずっとずっと待ってたんだから、はい、この度はご愁傷様です。待って何やその顔。美味しい話なんてこの世にはない、角川さんから出版しております。この本はあんなことがありこんなことになってしまい、今必死にもがきながらも絶対這い上がってやろうと前を向いて頑張っている私 TKO、 そして TKO 木本武宏のことを思いの丈を全部書き込んだ本です。アドバイスをしようとしている本ではありません。一緒に頑張りませんかっていう本です。ぜひ皆さん読んでください。